今回はハロウィンのかぼちゃの名前についてお話ししたいと思います。ハロウィンの有名なかぼちゃをジャック・オー・ランタンと言いますが、このジャックの由来は何だったかご存知ですか？木、猫、人、月。正解は人の名前に由来しています。昔ジャックという男がいました。この人は決して良い人生を歩んだ人ではなかったので、死後も天国にも行けず地獄にも行けず霊となって浮遊していました。大きな株が畑にできる頃、夜中にジャックが株を食べる悪さをしていると、地獄の大王様に見つかり石炭を投げつけられ、それがジャックに当たった後、食べかけていた株の中に入り提灯のように火が灯ったと言います。ランタンはキャンプなどにも使う日本風でいうところの提灯です。ジャック・オ・ランタンは直訳するとジャックの提灯となります。ではなぜ株がかぼちゃになったかですが、ケルト民族がアメリカに移民をします。アメリカには大きな株の代わりに大きなかぼちゃがあったので、かぼちゃでランタンを作るようになり、それが世界に広まったと言われています。この伝説のような昔話は諸説あり、探せばたくさんの話が出てきます。今回は私が習った時に教えてもらったお話をご紹介しました。皆さんも興味があれば調べてみてくださいね。いろんな話がありますので興味深いですよ。もうすぐハロウィンですね。楽しいハロウィンをお過ごしください。またねー。